はい、なんかね、司会が3人見たくなってますけれども、真ん中にすごい人が今立ってるんですけどもね、本当本当、この審査中、この時間を活用しまして、皆様お待ちかねのスペシャルトークライブをお届けいたします。審査委員長の大谷先生へ、マイクをバトンタッチしますので進行お願いいたします。はい、大谷先生よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。もう皆さん本当にね、あの長丁場ありがとうございます。この審査の時間をもらって、あのスペシャルゲストをお呼びしております。まず一人目は津田剛さん。大分でフリースクールから始まって、この講師オーディションに出てグランプリ取って、そして今や専門学校の校長先生をやりながら、もう日本全国で講演活動ね、それこそもう子育てから SDGs まで語るね、津田剛さん、あのダッシュ君という子ども向けのね番組もやってて、今日の講師オーディションもね番組にしてくださる津田剛さん、よろしくお願いします。皆さん拍手でお迎えください。いや、すみません。いや、どうも皆さんこんにちは、よろしくお願いします。さあね、今年の第10回ね、さすが記念大会です。かなりね、皆さん気合い入ってましたよね。そしてね、何より今回感じたのが、スタッフの皆さんがめちゃくちゃ気合い入ってるんですよ。だってね、昨日僕明日何時に来たらいいですかって言われてね、電話したら、あ、津田さん朝の9時には来といてくださいって言われて、朝の9時にやってきて、特に何もなく、ただいまの時刻午後4時27分、7時間27分待って満を持しての登場です。津田剛と言います。拍手ありがとうございますね。え、いやありがとうございますね。盛大な拍手いただきましたけど、でもあれなんでしょ、本当はあれですよね、皆さん分かって大丈夫、審査結果が出るまでの時間つぶしで今座ってるんですよね。いや、いいんです、大人だもん、大丈夫ね。そんな皆さんに実は朗報があります。実はね、今日僕ね、ただ一個のことだけをお願いしにこの場にやってきたんです。とっても簡単なこと、それ聞いてくれたらね、もうさっさと帰りますんで、いいですか。僕が今から〇〇な人せーのって言うんで、そしたら何も考えなくていいので、元気にはーいと右手を上げてください。はーい、こんな感じ、 OK、 いきますよ。何も考えなくていいからですね。今日の第10回全国講師オーディション、実は津田剛に会いたくて会いたくて、それだけのためにやってきたという人せーの。いいじゃない、津田剛に会えると思ったら、昨日の夜胸が締め付けられる思いで一睡もできなかった、せーの。津田剛がステージに現れた瞬間、感激して一瞬気絶した、せーの。よく平気で嘘がつけますね。いや嘘、皆さん優しい拍手、優しいわ、さすが、素晴らしいね。なんのこっちゃって感じでしょね、なんのこっちゃって感じだと思うんですが、実はね、今やったやつが第6回大会で僕が伝えさせてもらった津田流心の作り方&夢の叶え方、夢や目標を叶えるには何が大切か言っときますよ。やる気、勇気、元気、根気。逆に夢や目標を邪魔するのが病気、不景気、短気に損気ね、漢字はよくできてるんです。大切なものには全部半分気が入ってる。気って何ですか。そう、心なんです。夢や目標を叶えるためには正しい心が必要。でもね、皆さんはっきり言っときますよ、人は他人はもちろん自分の心でさえ作ろうと思っても作れないんです。だってそうですよね。例えばやる気や元気をなくした部下にいくらやる気出せ、やる気出ないんです、ね、そう、これからね、心に何かトラブルがあった時、大切なのはここを変えるんじゃない、心を変えずに普段の言葉や行動をプラスにチェンジしていくんです。言葉や行動をプラスにチェンジすると、後から心がプラスになる。そうするとみんな正しい考え方行動ができるようになるんです。正しい考え方行動するからこそ夢や目標が叶えやすくなっていく、ね、一応さっきやったやつも本当そうなんです。一応聞いときますね。本当にこの中で
僕に会うためだけに今日やってきて、昨日の夜胸が締め付けられ一睡もできず一瞬気絶したっていう方、あ、今手を挙げた方、病気です。もうあの早めにいた方がいいと思います。病院、嘘優しいですね、握手ね。でもね、そうなんです。でも皆さんどうでした？ほとんどの人が思ってない、思ってなくてもはい言えたんです。右手挙げれた、しかも3回も。これが大切。心と言葉行動は別物。心がどんなにマイナスでも言葉行動やったらなんぼでもプラスにチェンジできる。漢字はねよくできてるんです。口にプラスをつけるから叶うっていう感じになる。それにマイナスつけたらただの白になっていく。そうなんです。せっかく夢叶えるために頑張るんだったらマイナスやめましょうよ。プラスでね叶えていきましょう。てなことをね4年前から話してるんですが、ぶっちゃけ今日は言います。いい機会なんで。この数年でね、世の中はもういろんなものがどん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 変化してきたので、今ね若者の心の応援ってめちゃくちゃ難しくなってきてます、ね、皆さんに質問、分かりますか？この日本でこの10年のうちに大きく変わったと言われる三大変化、言われてるもの何かご存知ですか？知ってます。その1、女性の社会進出。今や3003万人、過去最高ですよ。その2、 SNSIT 時代に生まれ育った35歳以下の若者の価値観。例えば彼らは経済発展よりも自然環境、ね、コスパよりも共感、ビールよりハイボール、いろんなものが価値観変わってきてるんです。その3、日本に住む在留外国人の数、今年282万9641人、7年連続増加です。これから先ね、確実に今までの常識や主流っていったものは変わってきますよ。これを何て言うかご存知ですか？そう、さまざまな価値観、個性、そして性の多様性、全部認め合い混じり合う多様性、ダイバーシティという時代に今突入してるんですね。っていう話すると、そうなんです。ほとんどの人がダイバーシティ、まあ聞いたことあるけど僕にはあんまり関係ないと顔されるんですけど、そんなことないんですよ。皆さん今年確実に皆さん触れてます。それがラグビーワールドカップの日本代表なんです。元ね学生時代ラグビーをやってた身からしたら今年1年本当に嬉しかったんです、ね、でも皆さん最初不思議じゃなかったですか？ラグビー日本代表外国人選手多いですよね。そうなんです。ラグビーってねちょっと代表基準がね他のスポーツと変わってて、各チーム外国人選手多いんですよ、ね、昔から多様性ダイバーシティのスポーツって言われてた。そんなジャパンね躍進の要因僕が挙げるなら確実にこれ、キャプテンリーチマイケルのリーダーシップにあるんです。このリーチのリーダーシップこそこのダイバーシティ時代のやる気の引き出し方、これのヒントがいっぱい詰まってます。じゃあ彼が一体何をやったのか、せっかくなので今日僕なりに、あ、ごめんなさい、僕なりに方程式にまとめてきましたのでちょっと変えてみますね。 K 足す K かけ M かっこ矢印 M3、 これです。全部英語の頭文字を取ったもの。まず最初の2つの K がナレッジとノウハウ。人のやる気を引き出すためには正しい知識と情報、やり方方法を与えないといけないんです、ね、当たり前ですよね。じゃあちょっと会場にせっかくなので聞いてみたいと思います。この中でタバコを吸われてるっていう方手を挙げてください。あ、結構いますね。あ、じゃあその方ちょっとご起立ください。ご起立ください。いや変なことしませんって。大丈夫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 。もしかしたら帰りに何かもらえるかもしれませんよ。ありがとうございます。大丈夫、プレゼントしたいと思います。いいですか？まず正しいナレッジ、タバコって箱にも書いてるんですが、吸うと脳卒中とか心筋梗塞を起こす可能性上がるってご存知ですか？知ってます。 OK、 じゃあ先っぽから出る煙、副流煙、あれに発がん性物質が多いってご存知ですか？知ってる、知ってます。あ、じゃあノウハウ、正しいノウハウ、今度吸いたいと思ったらコップ1杯分冷たい水を一気にグーッと飲み干してください。そしたら人間ね欲望が半減するらしい。水がなかったも大丈夫、腹式呼吸、鼻から吸って口から吐く、これをゆっくり3回すると同じ効果がね得られるらしいんです。よかったですね。じゃあ
僕がせーのって言うんで、皆さん声を合わせて大きい声で、私たちは死ぬまで一生タバコを吸いません。いきましょう。いきますよ。いきます。せーの。バラバラ。聞いてた？聞いて。嘘嘘嘘。拍手。皆さんごめん。もう死ぬほど吸ってください。もうバンバン吸ってください。国のためになってるんですからね。今やってるイメージ、僕らが他人のやる気を引き出そうとするときにやりがちなイメージなんです。正しいナレッジ、ノウハウだけ与えて、さあやってみろ、なんでやらない、教えたやないか、言いがちなんです。これじゃ人は動かないんです。続きがあるから。大切なのこの M、 マインド、心なんです。でも正しくはね、こんな大きな M じゃない。後ろの方見えますか？ちっちゃな M、 やってみようかな、やってあげてもいいけど、そんな M に火がついた時に、人は初めて正しい知識と情報、やり方、方法を使い始める。使っていくうちに、だん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  M が大きくなっていくね。そうなんです。 M に火をつけるには、じゃあどうしたらいいか、カッコ矢印 M3 マッチ、3つの合わせる作業です。 M1、 自分と相手の気持ちを合わせる。まずは気持ちを合わせる。 M2、 我々がたどり着くべきゴール地点を合わせていく。 M3、 ゴールにたどり着くまでの生き方までも合わせていく。そう、モチベーションの方程式はこっちからなんですね。実際にじゃあリーチマイケルは何をしたのかね。そうです、外国人選手が多いチームのキャプテンになった時、まずやったのが国歌斉唱の練習、サザレイ氏の見学、俳句作り、日本文化を通して外国人選手と日本人選手の気持ちを合わせる作業からスタートした。これね、ラグビーと関係ない、そんなことないんですよ。外国人選手の、俺たち日本代表として受け入れてもらえるか、日本代表も受け入れてあげれるか、小さな不安を払拭することによって、まさにワンチーム、これを実現したんです。そう、これからね、ダイバーシティ時代の正しいリーダーシップは上から下、縦じゃないんです、横と横、スクラムを組むようなね、そんなリーダーシップが求められていきます。なぜ僕がじゃあね、これダイバーシティ話してるかっていうと、そうなんです、実はね、高校卒業してから8年間、究極のダイバーシティの世界に身を置いた経験があるからなんです。それが何かっていうと、吉本興業のお笑い芸人っていう世界なんです。そう、僕ね、吉本なんてね、もう多様性どころか変な個性の集まりなんです。ダイバーシティどころかもうアベンチャーズ、いろんな、いや本当なんです。ここはっきり言っときますね、この中でお子さんをお持ちの方、我が子がどんなに吉本行きたいって言っても入れちゃ絶対ダメ。ワイドショーが言ってたこと全部本当ですよね。これ絶対ダメだってね。もう地獄、何がお金、ギャラ安いんですよ。例えば僕が初めてもらった仕事、佐賀県のどんぐり牧場っていうところで、平日朝10時から夕方5時までカラオケ大会の司会、想像してください。平日、牧場、カラオケ、歌う？歌わないですよね。でお客さんに、でも一生懸命喋ったんですよ。それでもらったギャラ、1日あたり一体いくらやと思いますか？3000円。さあ、もらいすぎ、もらいすぎ、もっとした。え？100円。それ低すぎ。もうちょっと空気読んで。でも惜しい、ぶっちゃけ1日150円。しかも源泉徴収 10% っていうの引かれて、手取り135円、振込手数料が高い。え、これネットで流れてるんですかね、これやばいな。まあいいや、いいや、そう、厳しい世界。今は変わってると思いますよ、今は。でもね、これね、僕今厳しい世界でしたけどね、吉本にやっぱりいてよかったって今本当に思えるんです。それが何でかっていうと、やっぱりダイバーシティ時代の働く上での心構え、これを叩き込んでもらった。誰にか。今全国で活躍している博多華丸大吉さんです、ね、当時花大さんの元で僕ね3年間修行させてもらった。前説というもの、当時福岡で放送していた華丸大吉メイン司会の公開生放送、
当時の花大はアイドル的な人気、その番組にさえ出れば人気もギャラもチャンスも広がる若手がまず目指す番組でした。その前説、本番15分前にわーっとこのようにステージ出てくるんです。お客さんは全員10代女子、そこでね拍手の練習、注意事項をね一応面白おかしくするんですけど、皆さん10代女子の特徴知ってます？てか思い出してください。自分の興味がないものは何も見えない、何も聞こえない、まさに空気のような存在ね、辛かった。でもねもっと辛いことがある。吉本めちゃくちゃな会社なんで、花大さん生放送終わったら1分以内にタクシー乗せ次の現場を送り出さないと間に合わない、ケツカッチンって仕事組むんです。そうなったら僕がどうするか、放送中にタクシーの確認し荷物をまとめ、生放送終わったら荷物持ってうわーっと一緒にタクシーに向かうんです、裏口に。でも10代女子も負けてません。うわーっと裏口回ってそこでサインください、出待ちっていうのを行う。でもね本当に時間ないんですよ。断るのは誰か、僕です。どいて下がって、どいて下がって、どいて危ない、下がってバーン、タクシー乗せていってらっしゃい、よかった間に合った。振り向いたら10代女子、想像してごらん、お前殺すぞこらみたいな、さっきと違う表情で罵倒されるんです。ほんとつらかった。でもね人生頑張ったらいいことありますよ。3年後、当時のプロデューサーが急に、よし津田よ頑張った、4月からお前をレギュラーで使うって言われたんです。やったー、喜んだんですけど、人生って不思議なことが起きるんですね。当時の僕はこの言葉知らなかった。え、関東はありますか？転勤、あ、ある？知ってる？素晴らしい。そう、僕を使うって言ったプロデューサーがいなくなっちゃった。新しいプロデューサーやってきて、開口一番、一旦全部白紙。え、僕レギュラーって言われたんですけど、いや白紙。うわ最悪やと思ったら、助けてくれたのが花丸さん。こいつだけは残しましょう。無理やりねじ込んでくれて、僕だけ首の皮一枚つながったんです。でもね、覚えておいてください。人生無理やりするのも良くない。その一件でプロデューサーから嫌われた。いざ4月番組始まってみれば、僕だけ出番もなければセリフもない。ひな壇っていう芸人が座る階段、僕の席は一番上の一番端っこ、前誰も座ってないんです。目的はただ一つ、カメラマンに指示して僕だけ映らないようにする。名前も呼んでくれません。みんな花ちゃん大ちゃん言われてるのに、僕だけええオットセイカメラ。本当に頑張ろうと思ったんですけど、たった3ヶ月、6月にね心ポキッと折れて、もうやめようと、いいや、自分で掴んだチャンスをこんな風に潰す世界やったら吉本なんかいたくない、もうやめようと思って、最後の望みをかけて花丸さんに相談しました。だからね、花丸さん優しく黙ってね、うなずきながらゆっくり聞いてくれて、最後にたった一言、了解、了解みたいな。いや本当にもう花丸さんも超えたら本当にやめようと思ったんです。でもね続きがあった。でも津田よかった、番組は4月と10月がリニューアルの時期って、どうせ次やりたかこと決まってなかろう、だったら残り3ヶ月黙って座ってギャラバーもらい続けて9月の末に辞めれ。あ、それもそうかなと思って、あ、はい、あとな、明日からどうせ暇なんやけど毎日テレビ局来て1日10個ありがとう集めんしゃいって。え、だから出番がなくても毎日来て1日10人からありがとう言われれ、俺聞くぞ。うわめんどくせえと思ったんですけど、花丸さんの言うことは絶対なんです。次の日本当に出番なくてもテレビ局行って楽屋入って、暇すぎるからとりあえず AD さんが並べる水を出してみる。そしたら後から AD さんやってきて、あれこれ水、津田君ありがとう、よし行こう。スタイリストさんが荷物持ってたらめんどくせえな思いながらも、持ちましょうかって言って、あ津田君ありがとう行こう。どうしてもありがとう10個集まらない時、ええプロデューサーの机の上のお茶が空っぽ。いやもう本当に違う液体入れてやろうかなと思いながらも、いや本当に我慢して、ええみたいな、まあおうもありがとうかなと思いながら、いつ聞かれてもいいように準備してたんです。だからね変わった、いや全部変わったんです。まず AD さん余った弁当をくれるようになり、スタイリストさんが服をくれるようになり、若いディレクター陣が次のレポーター誰使うか少なからず僕の名前を出してくれるようになった。一番変わったのが、プロデューサー呼び方が変わった、津田ちゃんに変わったんです。津田ちゃんに変わった瞬間、誰がやっても美味しい役をくれるようになった。最終的には津田剛の〇〇ってコーナーまで作ってくれたんです。9月の頭に180度
環境が変わって楽しくやってたんです。そしたら花丸さんが悪いんですよ。9月の最後の放送の後、急にみんなの前で、みんな今日で津田吉本辞めますって、やめません白紙白紙みたいな感じで忘れてた、自分で言ったのもね。ただそっから楽屋に呼ばれて説教です。やっと上がったとか、全部お前が悪いんや、全部自分のせいや、お前一回でもお客さんにありがとう言われようと思って漫才したことあるか、スタッフにありがとう言われようと思って動いたことあるか、先輩になんかされたらありがとう言えば済むと思っとったやろ、それが悪いんや。いいか、高卒だろうが吉本だろうが、今お前がいる世界は大人の世界って、大人の世界はありがとうなんか言うんは当たり前、大人の世界はいかにありがとうを集めること、これが大切なんや。そしてな、世の中単純や、ありがとうを集めた分しか自分が次言いたいことが多くいんな。これが分かったんやったらこれからもいっぱい集めろ、頑張れよ、言ってくれたんです。ドーン来ました。ありがとうを言うのは子どもの世界、大人の世界はありがとうを集めること、そして集めた分しか自分が言いたいことは起きない、ありがとうの最終形はこれなんです。これね、僕どんな仕事も、そしてどんな時代にも大切な、そして誰でもできるキーワードだと思ってます。例えば僕がやってる会社経営、フリースクール、専門学校、そしてこの講演会、僕が何かやった後にどれぐらいのありがとうを集められるかな、これを心の中心に置くだけで自分の仕事がぶれない、使命に変わり、そして自分も周りも輝き始めるね。よかったら皆さんも一緒にありがとう集めしていきませんか。そしてね、花丸さんは何より僕にこれを行動させることによって正しい心を手に入れることが僕できたんです。さあ、僕の時間はもう終わりです。最後はね、皆さんの素敵な言葉行動でこの時間締めたいと思います。右手を用意、いいですか、ここも元気な王で終わりたいと思います。いいですかね、もうさっき練習したでしょ、誰かの講演でもっと大きい声でお願いしますよ。じゃあ最後、僕がありがとういっぱい集めてこの日本元気にするぞ言いますので、大きい声でおーで終わりましょう。いいですか。さあ今日はね、皆さん本当に貴重な時間ありがとうございました。そしてファイナリストの皆さんも素晴らしい講演本当にありがとうございましたね。僕も皆さんもありがとういっぱい集めてこの日本元気にするぞ。はい、ありがとうございました。はい、津田さん、ありがとうございます。じゃあちょっとキリムが、津田さんね、はい、第6回のグランプリだったんですけど、はい、そこからなんか人生変わりました。いや、これね、やっぱりこれに出ることによってグランプリとか、これから審査結果が出るのであれですけど、グランプリを取るとか取らないというよりは、自分の言葉がどれぐらい影響を与えるんだっていうのをすごく理解できた大会でした。で、それを講演だけじゃなくて、やっぱり普段の子どもたちの支援活動だったり、まあ自分の会社の経営、専門学校のね、教職員の指導にもすごく役立って、なんか自分自身が何かすることによってやっぱり影響を与えるっていう言葉の力っていうのをすごく学べましたし、もちろんそうなんです、この講師オーディションがきっかけでですね、今年と去年ニューヨークから声がかかって講演してきました。ありがとうございます。いや、それも全部講師オーディションのあれを見たということで、活動の場が広がったと思います。はい、嬉しいです、やっててよかったです。はい、津田さんどうもありがとうございます。私最後に10秒だけですか。はい、今日ですね、中学生小学生向けのメッセージ本を持ってきてるんですけども、売上は全額青少年健全活動に使おうと思ってます。で、今ですね、7時間50分ぐらい経って売れたの2冊です。皆さんお金持ってます？嘘です、置いてますので、よかったら、ご協力いただければ来年度 SDGs の活動に使おうと思ってますので、はい、はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、あれ、これ準備あるんだね。はいはい、なんか、はい、これ消すのもね、ありがとうございます。次はね、朝倉千恵子さん、私朝倉さんとのね、出会いっていうのは、この講師オーディションの前に、なんかみんなで講師でなんか日本を元気にできないかなっていうので、今ね、ゼロから講師っていうのをねされてるスコハルカさんと、講師サミットっていうのを一番最初にやったんです。それが朝倉千恵子さんとのね出会いだったんですけども、朝倉千恵子さん35歳までね、学校の先生
ね、学校の先生されてて、そして、まあ、ちょっと35歳の時に人生崖っぷち、そのような話もあるかもしれないですけど、人生崖っぷちになって、でそこからゼロから営業を始めて、トップ営業の女性になって、今は営業の研修講師、そして講演活動をされてます。まあ、とっても素敵な女性で、私はすごい尊敬してるんですけれども、あのこの全国講師オーディション、ずっとこの看板にもあるように私たちのスポンサーにもなっていただいている新規開拓の社長でございます。じゃあ桜千恵子さん、よろしくお願いします。皆さん拍手をよろしくお願いします。それでは始めさせていただきます。皆様こんにちは。株式会社新規開拓代表の朝倉千恵子と申します。本日は貴重なお時間をいただきました。一生懸命お話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にちょっと皆様に質問があります。第一印象は数秒で決まると言われてるんですが、第一印象何秒くらいで決まると思いますか。皆さんのお考えでお話をいただければと思います。それではこちら縦列で参りましょう。何秒くらい。1秒、はい、7秒、はい、7秒、1秒、10秒、3秒、3秒。おそらくパッと見た一瞬目に入ってくる印象が一番強いはずなんですね。心理学では言葉を発した瞬間までをカウントするそうなんです。第一印象は 6,7 秒で決まる。しかもその内訳は、目から入ってくる一瞬のイメージが 80%、 話し方が 13%、 実は人柄人間性はわずか 7% しか初対面の方には伝わらないっていうことなんですね。実際にお付き合いしてみると、それこそ噛めば噛むほど味の出るスルメのような人なのに、パッと見た一瞬目に入ってくる印象が悪くって、次のステージに行けないということがあります。例えば営業の世界においては、どうにか1回目のアポイントが取れたとしても、お客様に与えたその第一印象が悪いがゆえに、2回目3回目チャンスすらいただけない。これはビジネスにおいてよく起こってる現象かと思います。今日初めて私をご覧になる方が会場の中にたくさんいらっしゃいます。私の第一印象はどんな印象でしょうか。皆様が1秒、3秒、5秒、7秒、10秒で判断された私です。ではまず会場の皆さん、今日初めて私を直接見るっていう方は、ちょっと右手を挙げてもらっていいですか。うわー嬉しいですね。 95% ぐらいの方々が初めてですね。はい、非常に嬉しいです。第一印象どんなイメージでしょうか。何を言っても構いません。どうぞ。綺麗、はい、素敵、はい、スタイルがいい、かっこいい、歩き方が素敵、はい、歩き方が素敵。今日は褒め言葉ばっかりですね。皆様が私をご覧くださった第一印象はおそらく様々だと思うんです。それでは今から登場シーンを2パターンお見せします。今から登場シーンを2パターンお見せしますから、よく見てほしいんです。今日はメモを取るよりも見て何かを感じ取っていただければ幸いです。それではまずは A タイプの朝倉千恵子の登場シーン、続いて B タイプの朝倉千恵子の登場シーン、2パターンをやってみたいと思います。会場の皆さん反応をお願いいたします。まずは A タイプの朝倉千恵子の登場シーンからです。こちらから参ります。 A タイプ、皆様こんにちは。反応してくださいね。今我が社の社員ですよね、声出したの。再度 A タイプからもう一度やってみたいと思います。同じくこちらから A タイプです。皆様こんにちは。はい、これ A タイプの朝倉千恵子の登場シーンです。今度は B タイプをお見せします。
同じく B タイプの私にもご注目をお願いいたします。 B タイプもこちらからです。はい、皆様こんにちは。印象はいかがですか？違いましたね。着てる洋服変わりましたか？変えてないんです。髪型変わりましたか？変わってないですね。身につけてるアクセサリーを変えたかっていうと、それも変えていないです。ところが皆様に与えた第一印象は明らかに変わったはずなんです。今お見せしたのが視覚に訴えかける情報なんです。そしてとっても不思議なことに、私たちはパッと見た一瞬で相手を決めつけてしまうんです。どうやって？過去の記憶のです。過去の体験経験を経て、おそらくこの人は以前に出会った〇〇さんと同じタイプ、きっと性格も似ているに違いないと勝手に定義づけてしまうんですね。実際にお付き合いしてみるとものすごくいい人なんです。ところがパッと見の印象で損をしてしまって、大切なビジネスチャンスを逃してしまう。もちろん第一印象さえ良ければいいのか、そんなわけはないです。お付き合いすればさらに素敵だ、これが究極だと思うんですが、人は初対面の印象を引きずる傾向にあるそうです。だからこそ相手に与える印象力ももしかしたらバカにはできないかも分かりませんね。私が学んだ心理学は、見た目が8割、話し方が 13%、 人柄人間性はわずか 7% と教わったんですが、実は有名な心理学者でアルバート・メラビアンという方がいらっしゃいます。このメラビアンという方は、目から入ってくる印象力が 55%、 そして声の印象です、聴覚情報が 38%、 話の中身は 7% しか初対面の方には伝わらないとおっしゃってるんですが、これ本当にそうなのかっていうことを今から実験してみたいと思います。それでは会場の皆さん、右手をピシッと上げてください。どうぞ。はい、右手をピシッと上げていただいて、どうぞこの右手を使って顎に手を当ててください。どうぞ。はい、そのままですよ。そこ顎ですか？はいね、はい、下ろしていただいていいですか。これ何を言いたいかと言いますと、例えばですよ、私が先に皆さん目を閉じてくださいっていうことをまず最初に一言添えて、右手を上げてください、その右手を使って顎に手を当ててくださいって言ったとするならば、きっと顎ですからこう触るかこう触ってると思う。まさかこういうふうにまどろっこしく触ることはないですよね。ということは人の話聞いてないんです。はい、素直な皆さんは鏡の法則で、私が右手を上げて頬に手を当てた瞬間に、同じように頬に手を当ててくださった方々の方が 80% 以上ありました。ということはやっぱりこの法則間違っていないのかもしれません。それほどまでに人に与える印象は目から、そして声、それによって 93% が構成される。で、今日は本当に限られたお時間です。皆様にとっても私にとっても二度と戻ってこない大切なお時間です。ぜひ誰のためでもなく、大切なご自身のために一つでも二つでもお持ち帰りいただければなと思います。少しだけプライベートの話をさせてください。人にはそれぞれ人生においての転機っていう言葉があると思うんですが、振り返ってみたときに、私にとっての人生の転機は35歳だったなと思います。23歳で結婚しました。24歳、26歳で子供を産みました。長女は33歳、子供が2人います。26歳で産んだ子供は31歳になります。実は32歳の時に9年間の結婚生活にピリオド打ちまして、離婚をしたことで人生が本当に変わりました。本当に変わりました。もしも離婚してなかったら、今日は私皆様にはお会いできていなかったかも分かりません。だから人生はどこで何が起こるか分かりません。生活力を身につけるために株の業界に入りました。
8ヶ月で800万円貯めまして、周囲からあなたは才能があるかもしれない、その才能を生かして自分でやってみないかと言われて、経済評論家の方のご自宅まで訪ねていって、投資クラブの運営方法を勉強したんです。ところが自分でやり始めたタイミングでは今度は何をやってもうまくいかなかったんです。気がついた時には無一文の失点点どころか数千万円の借金を作ってしまいました。金額でいうと4000万円です。私の35歳の年です。現在は57歳ですから22年前です。22年前にこの4000万円の借金を背負ってしまって、明日からどうやって食べていこう、生きていこうと思いながら、再就職を見つけるために10社に履歴書を送りました。ところが35歳を超えている私をどこも採用してくれないんです。当時の求人情報誌には34歳までと書いてました。1歳違いで何が違うんだろう。ところが事実は一つです。すでに35歳を超えている10社中9社は面接もなく落とされました。さすがに9社も連続で落ちると心が折れそうになります。もうどこも私を採用してくれないんだな、とっても不安になりました。唯一最後の1社だけが面接に応じてくれたんです。もしその最後の1社が私を採用してくれなかったとしたら、私は今日の皆様にはもしかしたら出会っていなかったかも分かりません。最後の1社で落ちたらすでに仕事は決まっていたんです。何をする予定だったかって言いますと、横浜桜木町でクラブ経営を手伝う予定だったんですね。チーママになる予定だったんです。なんとなく今でもいけそうな気がしませんか。おそらく今だったら大ママだと思うんですが、35歳の時はチーママで来てくれって言われました。子供の頃から親が水商売してましたから、食に対する偏見はありません。過去に小学校の先生をしてた経緯を生かしながら、今度は社会人教育の分野に携わりたいなと思って、最後の1社教育会社に面接に行ったんです。求人広告には講師募集、インストラクター募集と書いていたんです。まさに講師オーディションのような形で、講師募集の記事を見て面接会場に行ったんです。面接会場についてノックをして、扉を開けて一礼をして、歩いて面接を担当してくださった方の前に座った瞬間、いきなり、あなた営業をやりませんかと言われたんです。講師募集の記事を見て面接会場に行ったんです。ところが席に座った瞬間、いきなり営業をやらないかと、もうびっくりしました。皆様は営業職に対してどんなイメージをお持ちですか。私は正直申し上げて、営業職に対してあまりいいイメージがなかったんです。なんとなくのイメージなんですが、営業イコール言葉巧みに相手を説得し、無理やり商品を売りつけられるような、そんなイメージがありました。だから営業だけには、営業職だけにはつきたくないな、営業だけはやりたくないなと思っていました。ところが10社中9社落ちてるわけですから、これを断ったら落ちるなと思ったんです。だから面接を担当してくださった方の目をじっと見ながら、息を飲んでやりますと言いました。もしあの時に、営業だったらやりません、営業だったらやめますと言っていたとするならば、今日の私は絶対にないんです。ここで学んだことが3点あるんです。1つ目が、迷ったら困難な道を歩むことです。おそらくこれから先も私たちの目の前にはたくさんの困難難関が目の前に立ちはだかる可能性があるかもしれません。そんな時、迷ったら楽に逃げるんではなくって、困難な道を選べ。2つ目が、向き不向きより前向きです。営業の世界は何年やっても売れない人は売れません。ところが未経験であっても、売り方をきちっとレクチャーするとびっくりするほど結果を出すんです。3つ目が、やらない後悔よりやった経験。まさに未経験であっても、あり方をしっかり学ぶことによって結果は出るんだと。私は大阪出身ですから、東京には知り合いもつても全くありませんでした。
ビルを見れば片っ端から飛び込み営業をしたんですが、飛び込み営業でピシッと門前払いに会ったことがないんですね。なんで門前払いに会わなかったのか、その秘訣はどこにあるのか、それをこれまで本の中にたくさん書いてまいりました。で、今日は本当に限られたお時間の中で私が最もこだわっていた点は何なのか、未経験でありながら1年目から新規お客様開拓はトップを取りました。だから私どもの会社名は株式会社新規開拓なんです。未経験でも結果を出すことが可能できる、それをまず自分で体験したからこそ言える言葉です。そこで一番こだわったことは何なのか、それは徹底した礼儀礼節でした。自分がされたことは絶対に嫌だなと思うことはしない、もっと言うならば挨拶の徹底、返事の徹底、そしてまさに言葉遣い、服装身だしなみ、下座上座を表す順序席順姿勢態度、礼儀正しい人は敵を作りにくいと言われるんですが、実際に頭で分かるとできるは違います。私はなぜこれを言ってるかというと、もともとは小学校の教員だったからです。小学校教員時代に明確なテーマがありました。それは何かというと、落ちこぼれを絶対に作らない。なんで落ちこぼれができるの？これは飲み込みの時間の差なんです。45分の授業で理解できる子どもたちもいれば、60分あれば分かるんですが、残念ながら授業は45分で切られてしまうんです。理解できないまま前に進むから分からない。ではどうすればいいの？分かるまで教えればいいんですね。授業45分で分からない子どもたちは放課後に残して勉強を教えました。それでも理解できなかったら毎日家庭訪問をしながら勉強を教えたんです。そうしましたら周囲から先生やりすぎと言われました。皆さん、教育にやりすぎなんかありますか？私たちは箸の持ち方を1回で覚えましたか？そんなわけはないんです。全ての子どもたちがやればできるんです。ところが飲み込みが他の子どもよりも早いか遅いかだけで、お前はダメな子と言われてしまう。そんなバカな話はないだろう。テストは100点満点取るまでやりました。何回かかってもええよ。途中の10点20点30点のプリントは持って帰らんで、100点満点のプリントだけお父さんお母さんに見せるんやで。これが私と子どもたちとの約束だったんです。ある日子どもが学校に来てこんなことを言います。先生、昨日な100点満点のプリント持って帰ったら、お母さんがこれ何回目の100点って聞いた。あんたなんて答えたん？正直に言うたよ、10回目の100点やって答えた。そうか、偉いな。そしたらお母さんなんて言わはったん？なんや10回目か、そう言ったって言うんです。子供は目に涙をいっぱい浮かべながら私に報告をしてくれました。褒めてもらえると思って見せたんです。ところが母親から出てきた言葉は褒め言葉ではなかった。その報告を受けてものすごく腹が立ったんです。まだ新入社員の頃です。授業が終わってすぐに電話をかけに行きました。お母さんなんてこと言うんですか、何回かかったっていいじゃないですか。あの子にとってみれば10回目でも20回目でも30回目でも自力で解いた100点ですよ。そこを褒めてあげないでどこ褒めるんですか、クレームの電話を入れたんです。そうしましたら気がついたらあっという間に学校中に噂が流れました。変な先生が入ってきた。確かに変でした。こだわりが半端じゃなかったんです。ところがその私の悪い噂を消してくれたのが他でもない子どもたちだったんです。先生のこと悪く言うな、子どもが私の壁になってくれたんです。そのおかげで私は悪い噂が簡単に消えました。もしかしたら大人の教育も子どもの教育も同じじゃないか。縁ある上司が部下に対してどういうマインドで接するかによってはこの部下の未来が変わるんです。何年一緒に仕事ができるかなんか分かりません。どの会社に勤めるか以上にどんな上司と巡り合うかによってもしかしたら部下の人生が変わるって言っても過言ではないんではないでしょうか。ここ最近では
ハラスメントが怖くって、なかなか部下に厳しいことを言えない人が増えたと耳にします。年齢層の高いベテラン営業マンがなぜか結果が出ないと、これもよく聞きます。それは何なんでしょうか。人工知能 AI の出現は私たちの生活をもっともっと便利にしてくれます。ですがやっぱりロボットに任せていいものはどんどん任せていけばいいんですね。だけど私たちアナログ力の力を借りてもっともっとやらなくてはならないことってたくさんあるんではないでしょうか。まさにこれからの時代は営業力、影響力、コミュニケーション力、最終的には人間力が求められる時代ではないかなと思います。教育には本気と根気と覚悟が大事です。子どもの教育も大人の教育も同じだなと。できる子どもは先生が誰でもできます。できない子どもを育ててこそ教師だろう。それと同じようにやっぱり人は器用な人もいれば不器用な人もいるんです。それをどれだけ根気よく待てるかどうか、指導育成できるかどうか、それも大切ではないかなと思います。人の可能性は無限大。本当に本当に人の可能性は無限大だと思います。今回講師、ね、オーディションにたくさんの方々が震える手と震える足とマイクを握りしめながらものすごい緊張の中で口も乾いて本当にドキドキしながらステージに立ってる姿を私は見ながら、私もものすごく緊張するタイプだからとってもよくわかるんです。ですがやっぱり経験するっていうことはすごく意味があると思います。やらない後悔でやった経験、ステージに立ってこれだけ多くの方々の前で語ることによって、その時にうまくいかなかったとしても確実に経験は積めるんですね。だからこそ昨日よりも今日、今日よりも明日、ほんのちょっとでいいので、ほんの少しでいいので前に進んでいく、そんなマインドで進んでいければいいなと思います。私も日本全国を飛び回りながらいろんな企業様の決起大会、そしてここ最近では安全大会などでのモチベーションアップ、そんな講演を担当する機会がたくさんありますが、本当に例えばこういうふうに非常に横柄な態度で、ね、お見えになる方がわずか90分間で最後の話に涙を流され、その時に感じるんです。例えば見た目の印象力で損をしているだけで、本来内側に秘めた魂はとってもいいものを持っている。ところがそれをうまく表に出せなかったら誤解を与えてしまう。ということはやっぱりスキルって大事だなと思うんです。それを自分の内側にある素晴らしい心のマナーをいかに形に表すのか、これもとっても大切ではないかなと思います。最後にぜひ皆さん、簡単にモチベーションを上げることができる秘訣を持ち帰っていただければなと思います。では会場の皆さん、ご協力をお願いいたします。例えば落ち込んだ時の体の使い方をやってみてください。どうぞ。はい、うまいですよね。落ち込んだ時って必ず首を垂らすんです。では自信のある態度というと胸を張るんです。もっと言うならば、例えばここに講師が、ね、立ってます。そして会場の皆さんを見てる時に、ここに立ってる講師から見て最もスポットライトが当たる人がどういう人なのかっていうことで、これをお土産で持って帰っていただければなと思います。はい、それではいきます。背もたれに背中を預けて座ると、背もたれに背中を預けて座ると目線が上を向いて顎が上を向きます。こうなるんです。だいたい職場の先輩上司からあいつは生意気だって言われると顎が上がるんですね。それをやることにどんな目で言うんですか。なんで俺がやらなきゃいけないか。これ顎上げトーク、これを下げることってすごく大事ですね。では椅子の半分の位置にお尻を置いてください。どうぞ。そして離していた方向におへそを向けます。で腰骨をピシッと立てて角度5度前のめり、うなずきながら合図をしながら話を聞ける人ってほとんどいません。だからこそこれを意識するだけで、ここに立ってる講師から見ると最も営業を皆さん側からできるんだっていうことなんで、はい、ぜひともこれも持ち帰っていただければなと思います。はい、それでは、ね、最後に気合入れいきます。はい、
ぜひこれから先の皆さんの未来がもっともっと良くなるために私がイエーイって言いますから、はい、まずは皆さん右手をこう上げてください。はい、そして悔いのないイエーイを3回参ります。それでは行きます。イエーイ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 。同じリズムで行きました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、朝倉さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、大丈夫です。うちのスタッフが、はい、下げます。朝倉千恵子さんにもう一度拍手をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、アンディが両方持って、あ、じゃあホワイトボードだけ置いておいてください。はい、あ、どうもありがとうございます。今日 こちらに立ってみてどんな感想だったでしょうか。はい、何百回何千回人前で話してもやっぱり緊張します。ですが今日の皆さんは非常にあったかい、ね、オーラを出してくださる方々だなっていうことをとっても感じました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ今日ね、全国講師オーディションっていうことなんですけども、別に講師の語源って皆さん知ってます。もともとね、仏教用語で講師から来てるんですよね。だからお釈迦様とかの難しい経典を簡単にして市民に話すっていうのが実は講師の語源なんです、ね、だから私自身は思ってます。人前で立つ以上は全員講師やでっていう話をしてるんですけど、ちょっと今日ねせっかくなんで聞いてみたいなと思います。今日なんでここに来られたかっていうね、いや日比谷線とかそんなどうでもいいですからね。ね、何で来ら、ね、何の目的で来られたかってね、いや講師になりたい、いやすでに講師をやってる、いや別に興味ないけど誘われたから来た、ね、この3つの、ね、中でどれかをちょっと確認作業してから私の話を決めたいなと思います。いやちょっと講師やってみたいなって、これからね、これから今やってへんけどやってみたいなと思って来たっていう人とどのぐらいおられます。結構おられるのかもしれない。じゃあすでに講師をやってるって人どのぐらいの、ああ多いですね。じゃあ全然講師興味ないけど誘われたから来たって人どのぐらい、あ、結構3分の1ずつぐらいなんで、じゃあそういうのも取り混ぜながら話をしてみたいなと思うんですけども、私自身は、まあ、今まで2000人ぐらいの講師のトレーニング、講演台本の作り方っていうのをね、それからもちろん伝わるリーダーってね、とにかく人前で立つ以上は伝わる人になりましょうっていうのをねやってます。その中ですごく大事にしてることがあります。皆さんこれは別に講師で何に関わらず使えます。アリストテレスの説得の三箇条っていうのがあります。この三箇条は揃ってたら人を説得することができるよっていうね、これ結構ね持って帰るといいと思います。自分が話するときに使います。それは何か、ちょっとね後ろのことは見にくいと思うんでね、声出していきたいなと思います。ロゴス、エトス、パトスっていうのがあります。じゃあロゴスって何か、でこういうこと知ってこれからね講演聞くと結構面白いと思います。この人の講演にはこれがあるかどうかっていうのをねチェックしながら聞くと思います。ロゴスって何かってね、論理なんです。ちょっとね後ろの方ね見にくいと思うんで書きます。論理なんです。論理って何か、解決策なんです。人はなんで話聞きに行くねん、なんで講師呼ぶねん、解決策が欲しいんです。まあね、今やったらね、どうやったら時短できるか、これも解決策ですよね。どうやったら売り上げ上がるか、これも解決。どうやったらコミュニケーション取れるか、ね、解決策を求めていくんです。そしてエトスって何かって言ったら倫理なんです。倫理って何かっていうと、この人から聞く価値があるかどうかっていうことなんです。だから今日のね、皆さんいろんなメンバーの話を聞いてね、わかりますよね。山田さんね、やっぱり営業マンやと思うからなんか営業のヒントもらえるんじゃないかなとかね。だから私がね、不動産投資の話とかね、投資の話っても何の価値もないんです。ね、自慢じゃないですけどね、私ね5社ほど株持ってますね。ちょっとこの会社応援したいな、5社ほど株持ったんです。
そのうちの2社破綻するっていうのはなかなかないパターン、なかなかないです。もうそのうちの1社が皆さんご存知の JAL なんですけどね、なかなかねないパターンです。もうね、そしてだから私でも一番ね納得ね、だからやっぱりそうでしょ皆さん、やっぱ化粧品の話は綺麗な女優さんがした方がいいじゃないですかね、こんな人になれるんじゃないかなっていうね。そしてパトスって何かって言ったら、これが情熱なんです、思いなんです。この人の話に思いがあるかどうかっていうね、この3つが揃ってると人は説得されるよと。だから皆さんね、私はもうそのリーダーの講演台本作る時も、講師の講演台本作る時も、あなたの話にはこれがあるの、あなたの話聞いて何が解決すんの、あなたにはその話をする資格があるのね。その資格がなくてもどうやったらその資格があるように見せれるのっていうのをねトレーニングしてます。そしてやっぱり一番大事な思いなんです。やっぱりそうでしょ、今日みんなそうね、平野くんね、やっぱり命の大切さ伝えたいんだね、リサちゃんね、マルチタレントになりたいな、思いがあるからね皆さん興味惹かれるわけです。この3つちゃんと持ってるかいってねやってるんですけども、じゃあ私自身はもともと講師か、そんなこと何でもです。私は22から25まで吉本興業っていう会社でタレントのマネージャー、番組制作っていうね、またね津田さんが先ほど話しましたけど、本当に吉本興業いい会社ですね。もう本当にね、あの当時ね24時間働かせてくれましたね、ありがたいです。今ねもうそんなんやったらもうとんでもないことになるんですけれども、でも私は、ね、本当に感謝してます。なんでかね、やっぱり20代の伸びしろってすごいですよ。だってね、言ったら悪いんですけど、ね、もうね私今56なんですけどね、だってもうそんな徹夜なんかできないですもん。でもね20代は望まれなくても徹夜できたんです、ね、そしてまたね朝から仕事ができたんです。あのね今日本当にね、あのたけちゃんがねもうこん声1億でも2億でも3億でも払う、私ほんま思います、あの20代の体力取り戻せるんやったら何億でも払いたいです。もう一回稼ぎますから私ね。やっぱりその20代の体力と気力ってね、もう本当にこれはすごい今から思ったら財産やったなってね思うんですけど、まあ、私は22から25まで吉本で本当にもうフルで働いてね、そしてもう世代は山口百恵です、ね、マイク置いて、ね、去っていくことがかっこいい、もう結婚退社、25でとっとと結婚退社したんです。で2年ほど専業主婦やった後、世の中バブルに突入していくんです。あ、今ちょっとバブルって話を私したんですけども、ね、ちょっと聞いてみですか、今日平成生まれの人どのくらいですか、平成生まれの人、あ、嬉しいですね、ありがとうございます。じゃあ40以上の人どのくらいいてはるんですか。あ、じゃあ一応ね40以上の人のために言っときます。私今ねバブルってことね口ねポロッと言ったんですけどね、私ね昭和38年生まれなんです。私が生まれる20年前っていうのは戦時中だったんです。ってことわかります、今40以上の人がねバブルの話するってことはね、今の若い子たちにとったら戦時中の話されてんのと一緒ですからねね、いや本当ですよ、ね、私この間何がショックやったかって、中学校行ってね高橋尚子って言ったらねわからなかったっていうね、じゃないですよ、あれね2000年ですよシドニーオリンピックね、だから今の中学生まだ生まれてないっていうね、これがジェネレーションギャップです、ね、ただまあ私にはねこれからバブルに突入していくっていう時に27歳で起業っていうのをしたんですね、もうベンチャーとか創業なんていう言葉が流行ったんです。よっしゃ私も何かやるぞって言ってね、私は27歳で起業したんです。わかるでしょ、27歳で起業した私はどうなるか、ね、そんなマネージメントを知ってるわけでも何でもない、もうやることはただ一つです、全社員自分にしたかったんです、ね、もう本当になんで分からへんの、なんでできひんの、もうね、そしてまたね27歳の女の子がねミニスカート履いてね何でもやりますって仕事だなんか入ってくるんです。しかもそんな私に吉本の先輩から電話です、おい手伝ってくれやって言われたのがね、今話題の雨上がり決死隊ナインティナイン、彼らを売り出すプロジェクトだったりして、でね私はもう仕事は絶好調ですね、もうどんどんね仕事を取ってきて、あれやってこれやってそれやって
ね、そんな会社ね、長続きするわけもないんです。もういろんな事件が起きたんです。もう大谷さんと一緒にやってられません、辞めていく社員が出てきたりとかね。でもね、先ほどの朝倉さんとか津田君の話じゃないけど、31歳ぐらいの私はね、分からなかったんです。なんでみんなこんなに仕事が降ってくるのに嬉しくないのって、ね、なんで24時間働かへんのぐらいのね、もうとんでもない上司です。でもそんな時に私が経験したのが阪神淡路大震災ね。私はあの日をやっぱり絶対忘れることないな、ね、あの日を境に、あ、昨日っていうのは今日保証するもんじゃないんだ、今日っていうのは明日保証するもんじゃないんだ、もう本当に目の当たりにしました。もうたった1メーター2メーターの、ね、道挟んで、こっちの家全部旋回室、住んでた人亡くなった、こっちそのまま残ってる、もうそれ目の当たりにした時に私は初めて気づかされたんです、ね、皆さんが何気なく生きてる今日一日、何気なく過ごしてるこの数時間、私も含めて、これってやっぱり誰かが生きたかった一日かもしれない、誰かが過ごしたかった数時間かもしれない、そう思った時から私は人生と本当に時間の意味が変わり出したんです。1分1秒たりとも無駄にしたくない。そして私、生まれて初めて使命っていう言葉ねと向かったんです。私、今日何かあっても後悔しない生き方って何なのかな、じゃ後悔しない生き方しようと思ったら何が大切かなと思った時に、やっぱり心の元気だよなと思ったんです。自分の心が元気じゃないのに絶対本気で人の幸せ喜べないよな、自分の心が元気じゃないのに絶対ね、本当にあの人の話聞いたりとかできないよな。でも、ね、皆さん元気です。元気でなかったら今日ここに来てないですから。だから元気な時にまず持って帰ってほしいのはね、これなんです。落ち込んだ時の立ち直り方、じゃあどうすればいいか、皆さん一回目を閉じてください。右手を上げてください。下ろしてください。左手を上げてください。下ろしてください。はい、目を開けていただいて、隣近所の方と目と目を見つめ合っていただきたいなと。はい、今目が合った方と恋愛してください。無理ですよね、芽生えました言われても困るんですけど、もうね、このこれだけ持って帰ってもらったら十分なんですけど、手上げて目閉じたら全部行動です。行動なんか何もでも変えれる。でも恋愛してこれ感情です。感情とか性格なんかそんな簡単に変わるもんじゃない。だから何が大事か、落ち込んだ時、つまずいた時、うまくいかない時に無理やり感情を変えるんじゃなくて、行動とか考え方とかアプローチを変えれる人間になってほしい。そのための講師オーディションなんです。いろんな考え方、いろんな仕事、いろんな選択肢さえ持ってれば、つまずいた時に、ああなんかね、竹ちゃんな、あっこまでいろんなものなくしてもあんなしね、本当に心の元気取り戻す人あるんだな、あ平野くんね、ああやってね、そうか、震災機会にやっぱり命の大切さ言ってる人あるな、もうリサちゃんね、もう15歳でもパールコアな、そうやっていろんな生き方、いろんな考え方があるんだっていうことを私は伝えたくって、あのこの全国講師オーディションっていうのをね、ずっと続けさせてもらってるんですけども、まあ、私自身はね、本当にその時にものすごく本当にこれが私の人生変えることになったんですけども、もうね、皆さん言っときますけどね、入ってくるお金ないのに出ていくお金だけあるってめちゃめちゃ怖いですよ。もういつ終わるんやろうと。その時できることって何か、なにわ金融道を前回読み直すっていうね、もう私はそれ必死です。もう私はいつ沈められるんだろうとか思いながら ね。でもその時にたまたまね、銀行がね、お金貸してくれたんです。もう震災資金っていうのをね、でこのお金で私は何か未来に向かって進みたかった。その時に買ったのが何か、1台のパソコンだったんです。これから IT の時代になっていく、よっしゃ、私は IT に参画するぞぐらいの気持ちでね。でもね、分かります？20何年前ですよ、友達が全部セッティングしてくれても見るホームページなんかなかったです、ね、メール書く相手誰も入れない。そこで私は何したか、ニフティの出会い系サイトに書き込んだんです。私33歳イベントプロデューサー、いろんな人と情報交換したいと思います。でその時にメールくれたのは、当時自宅でパソコン持って、ね、
自分の世界だけでいいのかなと思ってた人が誰か、20代の官僚とシステムエンジニアと外資系企業のメンバーだったんです。私大阪のイベント屋の姉ちゃんです。そんな友達いてないです。僕は霞が関で働いていますっていうメールもらった時に、私は谷町4丁目で働いていますっていう ね、 ね、僕の仕事は M&A です。チョコレートの名前ちゃうんかいなみたいなね、わからない、こんな世界があったんや、これはえらいこっちゃと思って、初めてね勉強しようと思った瞬間です。でそんな私に今いろんな、ね、あの知識入っていく中で、あ、心の元気の作り方っていうのもあるんだっていうのがね分かったんです。まあ、今日はせっかくの機会なんで、何か1個ぐらいね技術持って帰っていただきたいんで、プチ心理学というのを持って帰っていただきたいと思いますね。人は全員この5つの欲求を持ってるというんです。欲望じゃなくて欲求なんです。じゃあどういう欲求があるか、一つは全員5つ持ってるんです。愛情の欲求です。愛情の欲求って何かっていうと、人といい関係でいたいっていう欲求です。だからなんで笑顔が大事かっていうと、皆さんが笑顔だと相手に愛情を感じてもらいやすい、それだけです。だからお母さんが笑顔だったらやっぱり子供は愛情を感じやすいんですね。だから笑顔が大事って言われてるんです。それから承認の欲求、認められたい、尊敬されたいね。ボランティアに行くっていうのは承認の欲求の一つであります。貢献欲です。誰かの役に立ちたいっていう欲求です。それから自由の欲求、自分で決めたい。人は自分で決めたことはモチベーション高く動けるんです。よく言われますよ、吉本のタレントさんあんなに働かされてよく文句言わないですね。だって自分で決めてきてるんでしょ。日本一のタレントになりたいね、いつかは映画に出たい、ドラマに出たいね、自分で決めたい。だって言ったら悪いけど、まあ、なんぼ大阪といえどもあんた吉本の芸人になりってようやってほとんどいないですから ね、 ね。で挑戦の欲求、チャレンジしたい、ね、講師オーディションもそうですけど、学ぶっていうのも挑戦の欲求の一つと言われてます。新しいことを知りたいという欲求、そして安心安全でいたいという欲求です。誰もがこの5つ持ってるんです。ただし人によってこれの弱い強いが違うのと、人はとっさの時にこれの強いもので動くとあります。私なんかこの中でどれが一番強いって言ったら挑戦の欲求なんですね。そこ行ったら危ないよって言われても、そんなん行ってみな分からへんやんかっていうのが私ですね。ね、常に何か新しいことをしてたいんです。で多分この中で一番私少ないのは安心の欲求なんです。だって死ななかった人間なんかいてないもんと、やり残したことを持って死ぬのが一番のリスクだと思ってますからね。でせっかくなんで皆さんね、今日はね、自分はこの5つの中でどれが一番強いかだってね、ちょっと考えてみてください。ちょっと聞いてみましょう。でもし気になる人がいてたらね、誰がどこで手挙げてるかよう見ておいてください。その人の攻略法をお伝えしますね。私多分この5つの中やったら愛情の欲求が一番強いかなって人ってどのぐらいいます？愛情が一番強い人、あ、今手挙げてる人は寂しがりです。放っておかれたら嫌なタイプです。ランチとか誘うと喜ぶタイプです。じゃあ承認の欲求が一番強いかなと思う人ってどういう、あ、この人はこういう言葉をかけると喜びます。尊敬してます、頼りにしてます、何々さんのおかげですというのが結構好きです。じゃあ自由の欲求が一番強かった人、この人はほっといてほしいんです。もうあれせえこれせえそれせえ言われたら腹立ってくるっていうね。で挑戦の欲求が一番強かった人、この人は意外とね、この言葉も褒め言葉ですよ。何々さん変わってますね言われても結構喜んでます
あらそう、私昔からよく言われるのとかね、人と違うっていうの結構好きです。じゃあ安心の欲求が一番強かった人ってどのぐらいですか。この人はね、この言葉を待ってます。何か事件が起きた時に一言言ってほしいんです。大丈夫よって、ね、この言葉も、ね、でも皆さんこれ何が言われるんですか。このくらい人は違うってことなんです、ね、私はね聞いてはいてましたよ。人それぞれ違うんだよって聞いてたけども、なもんね、気合と根性で直せると思ってたんです。でもこうやってロジックで勉強したら、あ、ほんまに違うんや。もうね、私その時に言われた言葉がもう目から鱗です。私みたいに挑戦の欲求の強い人はチャレンジしろよっても嬉しいんです、ね、吉本でもね、新しいこと考えろよってめっちゃ嬉しいんです。でも安心の欲求の強い人はチャレンジしろって言ったら苦痛らしいんです。え、そんな人がいてたんやっていうね、私も目から鱗です、ね、よくね、これですね、学校とかでやるんですよね。で、子供にどれが一番強いかとかね、お母さんにどれがね一番強いかとかってね、やってもらったりねするんです、親子のコミュニケーションで。でもこの間面白かったですよ。ある中学でやった時です。大谷さんもこの話俺のおとんにしてほしいわってある中学生が言ってきたんです。え、どうしたん。俺のおとん銀行前やねん。多分安心の欲求強いねん。あ、なるほどな。このな、お父さんにこの間呼ばれてん。最近の若者は夢がないって言われて、お前には夢があんのかって言われて、で彼はあるよって、なんやねん言うてみーって言うから、 YouTuber 言うたら、そしたらお父さんに夢みたいなこと言うないとこれで夢聞いたん違うんか言うて ね、 あね、あのこういうこともね、あの学校でねやらせてもらったりしてるんですけども、で私こういうことをね勉強して何が良かったか、心が穏やかになったんです。もうそれまではね、私全社員自分にしたかったしね、なんでできひんの、なんでチャレンジせえへんのってね、ずっと言ってたんですよね。でね、このね、自由の欲求なんかもしれない、自由の欲求が弱くて愛情の欲求が強い人はあれしてこれしてって言っても嫌じゃないらしいんです。でも自由の欲求が強くて挑戦の欲求が強い人はあれせえこれせえそれって腹立ってくるっていうね、このぐらい人違うんやってのが分かってから心が穏やかになったんです。なんか自分の心が穏やかになると、なんかすごい会社もうまくいきだしてね。ただね、人間ってわがままなんです。会社がうまくいきだして、なんか自分がいなくても回ってるとなんか寂しくなったんです。私ね、社長でありながら3日間無断欠勤してみたんです。誰も気づいてくれなかったってなかなか寂しいです、ね、でもまあええかと、私いなくても回るんやったら、まあ、もう一回新しいことしよう。私は40の時にこの支援塾っていう会社を作ったんです。志のある人間作ろう、志のある人間サポートしていこう。なんでこの志っていう言葉にこだわったか、ちょうどその時私は鹿児島の知覧っていう町から、ね、知覧の滞在時間を増やすっていうことをやってたんです。なんか知覧に行ったことある人ね、あこにあるのは特攻隊が最後飛び立っていたところです、ね、平和記念会館、ね、そこ行って私は初めて、もう当時は本当にあこ遺品会館ですから別名ね、今はもうスーパー観光地になってますけど、誰もいないところでね、もう18、19、20の子たちが残していったね手紙見るわけです。で僕たちは散っていきます、でも残った人たちでいい日本作ってください、なんか50年後の日本はいい国ですか。それ見たときに、あかんと、やっぱりこの国いい国にしたいな、やっぱり平和にこだわっていきたいな、だから私たちは SDGs にもこだわってます。そしてやっぱりとにかくやっぱりいろんな情報を取ってほしい、世界がどうなってるか、日本がどっちに向かっていくのかって知ってほしい、まあ、その中で、まあ、よかったら私たちはチャレンジします。2月11日に大谷百合子とザ・ニュースペーパー番外編っていうね、ザ・ニュースペーパーっていうね、30年間ねコントで風刺をやってるね集団があります。もう本当に皆さんね、もう政治とか経済をいろんな角度でね笑わせてくれる、そんな彼らと大谷百合子かけるニュース、ザ・ニュースペーパーでねチラシなんかも入れさせてもらってるんで、ね、皆さんこの機会に世界に興味持ってほしいんです。日本に興味持ってほしい。
政治に興味持ってほしい、政策に興味持ってほしい。なんでか、政治って無関心で入れても無関係では入れないんですね。皆さん携帯電話使ったら電波法ですね。買い物したら消費税法ね、電気使ったら電気事業法、いっぱい法律と絡んでくる。これって政治とか制度とみんな絡んでくるんですよね。まあ、そういうことにも興味を持つ機会にしてもらったら嬉しいな。そして私はこの講師オーディションね、そうやってこれからもね、政治を語る人間、制度を語る人間、そして社会を語る人たち、そんな人も出てきてくれたらとっても嬉しいな、ね、もうプロアマ問わないです。皆さんも伝えたいことがある、思いがあればね、チャレンジしてもらったら嬉しいかなってことで、そろそろ審査結果が出たみたいです。本当に皆さん今日はどうもありがとうございます。はい、では審査結果の発表よろしくお願いします。スペシャルトークライブ楽しんでいただけたことと思います。会場の皆様だけではなくてですね、なんとネットの向こうで5万1000人の方が一緒に楽しんでいただいたようです。本当にありがとうございます。それでは審査員より審査の結果が届きましたので、私の手も震えていますが、これより審査結果の発表に移りたいと思います。はい、それでは、本日ご出演いただきましたファイナリストの皆様にご登場いただきます。皆さん大きな拍手でお出迎えください。すっきりしたお顔でいらっしゃいます。皆さんようこそようこそ。全部で5つの賞をご用意いたしました。まずはじめに富士産経ビジネス愛称の発表です。はい、富士産経ビジネス愛執行役員販売本部本部長の赤石英二様にご登場いただきましょう。皆さん拍手でお願いします。それでは発表いたします。富士産経ビジネス愛称は山田康史さんです。はい、山田さんおめでとうございます。山田さんの前で私が営業のことを語るのは100年早いかもしれないんですけど、山田さんの話を聞いて今日一つ思いました。営業って仕事の営業だけじゃなくて、実は人生も営業なんじゃないかなと思うんですね。だから営業は僕は人生だというふうに僕は思ってですね、ぜひ山田さんに営業の可能性、楽しさをもっともっと日本中に伝えてほしいという意味で、私媒体メディアとして山田さんを選ばせていただきました。改めてまた恒例ですけど、山田さんのインタビューをうちの方の紙面で掲載させていただきますので、今日は おめでとうございました。ミネラルウォーターが欲しかったんですよ。はい、皆さんご存知のようにめちゃくちゃ口が渇きました。はい、でも このような、ね、賞をいただいて本当にありがたくて、これからは営業はペットボトルが大事だということを伝えていこうかと思います。本日は本当にありがとうございました。おめでとうございました。さあ、それでは続きまして蔦屋賞の発表に移ります。CCC グループ株式会社アークスリーインターナショナル取締役執行役員神山明様にご登場いただきたいと思います。拍手を。
それでは発表いたします。蔦屋賞は高松瑞希さんです。はい、高松瑞希さん本当におめでとうございます。やっぱり弁論士っていうのこれからすごく大事になると思うんですね。これからの時代と本当にコミュニケーションがすごく重要です。で蔦屋もお客様がいろいろ見ていただくことによって映画とか音楽とかそして今は本ですけれども本を読んでるお客さんがたくさんいることで成り立っている商売ではあるんですけれどもやはりそこの向こう側にはそれを伝える人が一番大事だと思うんですね。いい映像とかいい音楽とかいい本があってもですねその心を伝える人たちがやっぱ直接お話をすることにはかなわないんですね。ですからこれからライブっていうのがものすごく重要になってくるかと思います。そういう意味では高松さんの今日のお話弁指導という形で広げていくとこれ世の中の人たちがどんどん自分の人生であったり自分の落ち込んだ時とか辛い時の気持ちをですね代弁してくれたりそれを応援してくれるようなそういったメッセージを一人の一人の方が自分たちの立場で話していただけるようになれば素晴らしい日本になるんじゃないかなと思いました。これは100年本当に残していきたい職業だしこれからどんどん発展していくんじゃないかなと思いましたので蔦屋賞とさせていただきました。どうもおめでとうございます。どうもありがとうございます。弁指導研究所高松です。ですね、今日講演中、申し上げたように今日来た目的はまず弁論を知ってもらうことそして弁士を探すことだったのでかなり今日はもう満足しております。で私まだまだ、若いと言いますか今年の春、大学卒業して今24歳です。なのでまだまだちょっとひよっこですけども、まあ、研修、まあ、講演会ももちろんのこと、まあ、最近 YouTuber も始めたのでぜひこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。特別賞のお二人おめでとうございます。それではこれよりは上位3名の方の発表に移らせていただきます。それではこれより第3位と第2位の発表を行います。それでは発表します。第3位は得票数6154票池田拓也さんです。はい、池田さんね、去年はそっちにいててすごく悔しかってこっちに出たいってでも3位なんでまたあと2位1位、ね、狙う機会がありますよね。じゃあ感想お願いします。はい、ありがとうございます。本当に今日なんかあんまり伝えられることちゃんと伝えられなくてまあ今回本当に出たかったんですね。でも予選全然僕自分でできてないと思ってたんですけどすごい票たくさんいただいたんでいただいた票の方に報いるために頑張りました。はい、すいません。もらえると思ってなかったのでちょっとびっくりしてます。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。池田さん、おめでとうございました。はい、続きまして第2位の発表です。第2位は第10回全国講師オーディション第2位6656票川村武明さんです。おめでとうございます。もう本当にいい話をありがとうございます。じゃあ奥様の方に感想はい、お願いします。用意している感想があります、はい、皆様のご応援のおかげです。本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。本当に胸いっぱいで本当に胸いっぱいで喋れません。ありがとうございます。
よいよあとお一人です。最優秀グランプリの発表です。参りましょう。第10回全国講師オーディション栄えある最優秀グランプリは得票数6838票、石田和弘さんです。はい、これね、アンディも実はね、石田さん裏話があって、やっぱカンデレの人気アナウンサーで顔出しダメだったんですよね。で、一応カンデレに聞いたらしいんです。こんなん出たいんですけど出たらダメですかって。絶対ダメって言われると思って出たら簡単に上司がいいよって言ったらしいでよかったです。はい、ありがとうございます。いや本当に正直全然予想してなかったんです。僕の中では皆さんの方がよっぽどストーリーを語られてたなと思いますし、今日正直私のことを何にも申し上げてないんですよね。ですので、まあ、本当この賞金というのは原口選手が大腸がんのですね、早期発見とか予防のプロジェクトをしてる活動をしてますので、まあ、そういったことにぜひですね寄付させていただきたいなと思いますけれども、いや本当にもう正直な話を申しますと、よくこうアナウンサーっていうだけで話すのを慣れてらっしゃるじゃないですかとか、いくらでも面白い話できるんじゃないのみたいな感じで思われるんですけど、アナウンサーって他の人のことを喋ったり伝えるってことはあるんですが、自分語りってほとんどしないんですよ。ですので私も18年間こうアナウンサーをしてくる中で、自分のストーリーとか自分のことを語れないっていうのがすごくコンプレックスでありました。でその中で何かやっぱり違うことがしてみたいという中でチャレンジしたのが講師という活動でした。でその中で、まあ、大谷さんの方から出てみたら面白いんじゃないのというような軽い気持ちで誘われただけに、今回のこの結果というのは本当に驚きでしかありません。これを受けて僕が一つ今、なんというんでしょう、皆さんに恩返しではないんですけれども、今日正直10分で物語を語るってなかなか難しかったんです。宣伝みたいで本当に恐縮なんですけども、1月に大阪国際女子マラソンっていうマラソンの中継を私毎年担当させていただいております。でマラソンっていうのは 42.195 キロ、ただ選手が走ってるだけなんです。そして抜き差しっていうのは1回あるかないかというのでほとんど動きがないんですね。その中で何でマラソンを見てもらうか、先ほどね大谷さんおっしゃってましたけど、高橋尚子さん知らなかったら今のマラソンランナーっておそらくほとんどご存じないんじゃないかなと思うんですよね。それでも東京オリンピックを目指して、活躍しているランナーが揃います。その中でぜひ僕もストーリーを伝えるということに今回ちょっとチャレンジしてみたいと思いますので、こうやって物語って伝えていけば共感できるようになるんだなということをですね、まあ、もちろんこういった講師活動はもちろんなんですけども、今元気がないと言われているテレビを通じてもっともっと、そういうスポーツの感動、そして人の思いなんていうものを伝えられるようにしていければいいなと思っております。本当にちょっと私なんかがいただいてしまって本当皆さんにも恐縮ですし、票を入れていただいた方にも、今は恐縮に思ってしまうんですけれども、そのいただいた賞に恥じないような活動をこれからしていきたいと思っております。今日本当にありがとうございました。マイクです。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。12名の皆さんの講演を聞いていただいて、そしてスペシャルトークライブを聞いていただいて、皆様いかがでしたでしょうかね。ぜひ感想を含めこちらアンケートにもご協力くださいますようお願い申し上げます。アンケートにご記入いただきますと、なんと嬉しいことに図書券のプレゼントがございます。図書券のプレゼントがございます。アンケートご記入いただきまして、会場出られましたらすぐ、投票を集めさせていただく場所がございますので、そちらにご協力をお願いいたします。そしてアンケートに書く思いとともにですね、皆さんの聞いていただいた皆さんの心にどんな未来が
広がっていくのでしょうか。そしてこのステージに立ったファイナリスト12名の皆様にもどんな未来が待っているのかとっても楽しみです。はい、いや本当に今日ですね、まあいろいろとありがとうございました。ファイナリストの方12名、私も4年前ですね、ファイナリストになったんですけれども、はい、ベラベラちょっと喋りますけどね、はい、席を聞いたようにですね、私本当何の賞もいただけなかったんですよ。何の賞も。ただですね、その後、今日編集者来られてますけど、東郷宝玲さん、それから左右者さん、そして、沢さん、のいる絆出版、要は、桜井社長の、ところから出版をさせていただきまして、もう3冊ですね、ここのファイナリストになってからのご縁で、出させていただいてます。なので、まあ、今日このファイナリストの皆様も、今日賞は取った取らない関係なく、これから高みへと行くのかなと思います。ということで、ちなみに藤田さんは何かないんですかね。ファイナリストですけど、藤田さん2年前の、ね、ファイナリストです。来年の1月に出版、KK ロングセラーズさんから決まりました。ありがとうございます。自分で言いにくいと思うんで、ありがとう、はい、恐れ入ります。ありがとうございます。本当に縁をつないでいただいて皆さんのおかげでございます。なので皆さんにも、そして会場にいらっしゃる皆さんにも、素晴らしい未来が待っていることと思います。たくさんのドラマが生まれました。今年の全国講師オーディション2019のファイナルステージもいよいよこれにて結びとさせていただきます。皆様ありがとうございました。来年もお会いしましょう。それではまた来年も講師オーディションでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。